鉄を錆から守る強力錆止め、ローバル。ローバルは亜鉛含有率 96% のジンクリッチペイントです。扱いやすい一液タイプで、鉄面や亜鉛メッキ面に直接塗ることができ、上塗り下塗りは一切不要です。長期メンテナンスフリーを実現し、工期短縮やメンテナンスコストを削減します。これは一般的な塗装がされた鉄骨の7年経過後の写真です。塗膜が劣化し、全体に錆が広がっています。この鉄骨をローバルで塗り替えします。錆や旧塗膜は動力工具を使って除去し、鉄面に直接ローバルを塗装します。ローバルに塗り替えてから10年経過した写真がこちらです。錆の発生はありません。ローバルと一般塗料とでは何が違うのでしょうか。一般塗料は鉄面を塗膜で覆うことで、水や空気が鉄面に触れるのを防いでいます。しかし塗膜に傷がついたり、紫外線などで塗膜が劣化して剥がれてしまうと、そこから錆が発生し、やがて塗膜の下を錆が広がっていきます。ローバルの強力な錆止め効果の秘密は亜鉛。亜鉛という金属は鉄よりも錆びやすい性質を持っています。この性質を利用して、鉄と亜鉛を密着させておけば、亜鉛側だけが錆びて鉄は錆びません。実際に検証してみましょう。鉄の板を2枚用意し、1枚はそのままの状態で塩水に浸します。もう1枚は亜鉛の塊を乗せて塩水に浸します。2週間後、鉄の板だけの方は錆びています。一方、亜鉛の塊を乗せた鉄の板は錆びていません。亜鉛が鉄の代わりに錆びることによって、鉄を錆から守っているのです。私たちは特殊な樹脂に亜鉛の粉末を大量に練り込むことで、乾燥塗膜の亜鉛含有率を 96% にまで高めることに成功しました。通常70-80% 台の製品が多い中、これは驚異的な数字です。ローバルは亜鉛の持つ錆止め能力を最大限に発揮できる塗料なのです。亜鉛を利用した錆止め方法の代表的なものに、溶融亜鉛メッキがあります。溶融亜鉛メッキとは、430度以上の高温で溶かした亜鉛層の中に鋼材を浸して、表面に亜鉛の被膜を作る処理のことです。溶融亜鉛メッキは錆止め性能に優れ、鋼材の錆止め方法として広く使用されています。しかし、設備のある工場でしか処理ができないため、切断や溶接でメッキが剥がれてしまった場合に、もう一度メッキすることは現実的ではありません。またメッキが取れた部分に普通の塗料を塗っても、亜鉛メッキほどの錆止め効果はなく、すぐに錆が出てしまいます。ローバルは塗装の手軽さと溶融亜鉛メッキの優れた防水力を併せ持っています。高温で処理する従来の溶融亜鉛メッキに対し、常温で場所を問わずに施工できることから、常温亜鉛メッキと呼ばれています。亜鉛メッキ鋼材の切断面や溶接部、不メッキ箇所の補修に使えるだけでなく、メッキ層に入らない大物や、メッキすると歪みが出てしまう薄物に対して、溶融亜鉛メッキの代わりに使用することもできます。さらに、
古くなった亜鉛メッキ構造物やメッキ圧が薄い場合などに上からローバルを塗ることで再メッキするのと同じ効果が得られ、亜鉛メッキの寿命を延ばすことができます。錆止め効果を比較するために、日本の南端にある周りを海に囲まれた宮古島で屋外暴露試験を行いました。こちらがその結果です。このような厳しい環境では、一般錆止めとフタル酸上塗り塗料の試験片は1年で錆が発生し、3年後には全面に錆が広がっています。これに対し、ローバルと溶融亜鉛メッキの試験片では3年後も錆は発生していません。さらにローバルと溶融亜鉛メッキは8年経過後も錆の発生はありませんでした。以上のように、ローバルは簡単に塗装ができ、上塗りや下塗りの必要もなく、ローバルの単独塗膜だけで長期間のメンテナンスフリーを実現します。ローバルと溶融亜鉛メッキの錆止め効果を比較するために、メッキの代表的な耐食性試験方法である塩水噴霧試験、複合サイクル試験を実施しました。こちらが試験結果の写真です。これらの結果から、ローバルの錆止め性能は溶融亜鉛メッキと同等であると日本建築センターから認定されました。さらにローバルの卓越した錆止め能力が認められ、国土交通大臣認定も取得しています。ローバルは作業性の良い1液タイプです。2液タイプのような面倒な混合作業や貸し時間の制限もなく、容器を密閉しておけば残った塗料を保存できます。一般の塗料と同じように、ハケ塗り、ローラー塗り、エアスプレー、エアレススプレーで塗装できます。手軽なエアゾール製品もあります。ローバルを塗装するときに最も重要なことは、鉄面あるいは亜鉛メッキ面に直接塗るということです。プライマーは使用してはいけません。錆の上から塗ったり、給塗膜の上から塗ってもいけません。この他に重要な3つのポイントとして、素地調整、十分な攪拌、膜圧の確保があります。1、素地調整。亜鉛メッキ面に塗装する場合は、研磨用たわしなどの手工具を使用して表面の白錆を除去します。鉄面に塗装する場合は、ブラストまたは動力工具を使用して錆や黒皮を除去し、正常な金属面を露出させてください。2、十分な攪拌。亜鉛末が缶の底に沈殿していることがあるので、攪拌機を使用してローバル全体が均一になるように十分に攪拌してください。またローバルは粘土調整済みです。シンナーによる希釈は必要ありません。3、膜圧の確保。錆止め能力は膜圧に比例します。塗り伸ばさずにたっぷりと塗るのが膜圧をつけるコツです。膜圧を80ミクロン以上確保するために、ローバルは2回重ね塗りしてください。指で触って塗料がつかないのを確認してから重ね塗りを行います。
ローバルの卓越した錆止め能力はそのままに、水性タイプの水性ローバルの発売を開始しました。溶剤系のローバルに比べ VOC を 93% カットし、シンナー臭のしない、火災の危険性もない、環境に優しい塗料です。ショッピングセンターや駅構内、公共施設などにも安心してご使用いただけます。水性ローバルは亜鉛粉末と塗料液に分かれてパッケージされています。使用直前に塗料液を動力攪拌機で攪拌しながら、少しずつ亜鉛粉末を混ぜて塊がなくなるまでよく攪拌してください。他にも溶融亜鉛メッキになじむ色合いに仕上がるローバルシルバーや、溶融亜鉛メッキの焼け隠しやローバル補修後の色合わせに最適な亜鉛メッキ化粧用の MC スプレーもございます。ローバル株式会社は1955年大阪で創業しました。2003年には中国上海市に上海ローバルも設立しました。ローバルは製品名と会社名が同じというユニークな会社です。60年以上の長きにわたりジンクリッチペイント専用メーカーとしてお客様のさまざまなニーズに応えてきました。日本、中国はもとより世界へ高品質な塗料を供給しています。